ドイツ人によるアメリカ大陸の植民地化は16世紀と17世紀にベネズエラ、バージン諸島のセントトーマス島、ガイアナのクラブ島及びバージン諸島のトルトラ島で試みられたがすべて短期間で失敗した。1528年アウクスブルクの銀行会一族ベルザー家のアントンとバーソロメウスが新生ローマ帝国皇帝カール5世からベネズエラに 対する権利を得た。この権利は、ハインリヒエーヒンガーとヒエロニムスザイラーが、それぞれ独自にあるいはベルザー家の代理人として交渉したものだった。しかし、1531年までにベルザー家がその権益を確実に支配するようになっていた。植民地化計画が立てられ、1529年にはアンボロシウスエーヒンガーが、知事として現地に到着した。 エイヒンガーは、1528年10月7日に、スペイン人、ガルシアでレルマと281人の開拓者と共に、スペインのセビリアを出発した。サントドミンゴで、レルマは、サンタマルタでの任務を果たすために50人の仲間と、共に隊を離れた。レルマは、サンタマルタの知事が殺された後で、そこのスペインの支配を再確立する任務を帯びていた。 映品ガーと、残りの者たちは、ベネズエラ海岸に向かい、1529年2月24日に、サンターナデコロで上陸した。そこからは、伝説の黄金の都、エルドラードを探索して、内陸を探検した。その後のドイツ人知事、ニコラウス・フェーダーマン、ゲオルク・ホアームート・フォン・シュパイアー、フィリップ・フォン・フッテンもすべて主に金を探すことを続けた。フェーダーマンは、 アンデス山脈を越えてボゴタまで行き、そこで、スペイン人、セバスティアンでベラルカサルとその地に対するゴンザロ、ヒメネスでケサダの領有権主張について争った。ドイツ人交山子がベネズエラに渡り、また砂糖プランテーションで働かせるために4000人のアフリカ人奴隷が連れてこられた。1541年までにスペインとの論争が持ち上がり、1556年には、 ベルザー家の者たちが、その植民地に対する、支配権を取り上げられた。ドイツ植民地帝国の地図黄色が、クラインベネーディーヒ、カリブ海などの赤い点が、プロイセンの植民地を示す。ドイツ人植民者は金を求めて、奥地の先住民領土までたびたび分け入り、その多くが熱帯性の病気や、敵対的先住民の攻撃によって死んだ。 17世紀後半、後に、プロイセン王国になったブランデンブルク辺境迫領のブランデンブルクアフリカ会社が、アフリカとカリブ海のセントトーマス島に植民地を設立した。この島は当時デンマークが領有していたが、ブランデンブルクは奴隷貿易のためにカリブ海の中継点を欲したので、デンマーク西インド会社との協定により、セントトーマス島の使用権を得た。しかし、 わずか8年後にはデンマークに取り上げられた。一方、17世紀半ばに、ドイツが指導していた、ポーランド・リトアニア共和国の属国クールラント、ゼムガレン公国が、カリブ海のトバゴ島とアフリカのガンビアで、セントアンドリューズ島を植民地化したが、17世紀後半には放棄された。ブラジル南部のドイツ人開拓地、赤色地域が主要開拓地、国典は、 ドイツ人の教会があったマッチドイツ人開拓者は、アメリカ合衆国のペンシルベニアと中西部をはじめ、ベネズエラのコロニアとバール、チリの南部、ニカラグア、ブラジル南部、アルゼンチン、メキシコのチアパス州ソコヌスコ、グアテマラのアルタベラパス、ペルーのポスソとオハパンパにも移民して、開拓地を作り、ウェールズ人が、アルゼンチンのパタゴニアに移民したのと同じ頃に、 パラグアイにいくつかの町を設立した。ベネズエラに入ったドイツ人はコロニアトバルの町を最も繁栄させた。しかし、これらドイツ人は土地の政府からの調整で入植したのであり、いかなるヨーロッパ諸国に対しても忠誠であることはなかった。彼らは現在これらの国の住民の中に融合している。ありがとうございます。